ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界4月2日の出来事について触れてまいります。1971年後楽園ホール第13回ワールドリーグ戦が開幕となりました。メインイベントで猪木は吉村とタッグを結成、ザ・デストロイヤー・アブドザ・ブッチャーの強力タッグチームと激突です。デストロイヤー・ブッチャー組は猪木に標準を定め、変わる変わる猪木をいたぶり続けます。1本目は両軍リングアウト、2本目はデストロイヤーが足音の字で吉村を仕留め、デストロイヤー・ブッチャー組が勝利しました。1989年、ホーガンはサベージの持つ WWF 世界ヘビー級王座に挑戦。ホーガンが見事勝利し、 WWF 第16代世界王者となりました。1965年、東証ラッシャー木村がプロレスデビューを果たしました。1925年のこの日、ハードボイルドハガティがこの世に生を受けました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。